土曜日の夕方、サタデーナイトの入り口にラジオの電波に乗って1時間限定でオープンするスナックラジオ。店主はリリー・フランキー。時に香ばしく、時に甘酸っぱく、時にほろ苦い、そんなスナックにぴったりなトークが繰り広げられる店内。本日はどんな時間が流れるのでしょうか。リリー・フランキースナックラジオ。この番組は柏原コーポレーションの提供でお送りします。いらっしゃいませ。土曜日の夕方に皆様の脳内でオープンいたしますスナックラジオ、店主のリリー・ブランキーです。はい、リリーさんどうしたんですか。二日酔いです。二日酔いなんだ。いやもう悲しいことしかないじゃないですか。わかる、わかる。だってもう焼け酒ですよねこれ。あ、焼け酒なんだ。朝までずっとゼルダの伝説してたんですけど。してたって。してて、どこに行っていいかわからない状態ってあるじゃないですか、ゲームに。同じ原っぱだけぐるぐる回ってて、何にも状況が変わらない。あ、ものすごく死んでる10時間ぐらいが経ってるっていう、ずっとそれをやってやばいわやばいわ、もうこれじゃったらもう本当になんかどんどんもう頭もなんか同じもうこう見たことある原っぱばっかり、なんかこうもう絵がもうゲシュタルト崩壊してなんか変な感じに見えてきてそしてなんかもうこれこのまま仕事行かなきゃいけない、このまま仕事行かなきゃいけないって、もう昼前ぐらいになってきて、やばいこれもうマジでこのお仕事だと思って、今何時だって言って携帯をパチ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 ってこうやってたら、実数熱愛認めるみたいな。私それ LINE しようか迷ったんですよ。大丈夫でした？いや本格的に死にたいと思います。そうか。ちなみに先週バービーさんいませんでしたよね。はい。それで、はい、またバックレスだから。またバックレス、まあ、はい。で、それでバックレてて、はい、なんかね、俺とバービー共通の知り合いのホステスさんから、はい、バービーの連絡取れないから、はい、バービーの変わった LINE 教えてくださいって言って、え、バービーの変わった LINE ってバービーって LINE 変わったのって思って、見たら、うん、こいつ退会してると思って、はい、そのラジオバックレた次の日に、LINE 大会してるんですよ。はい、そしてなんかインスタライブみたいなのもやってましたよね。何があったんですか。いや、LINE に関しては、うん、同じ携帯電話番号とアドレスさえ合ってれば再入場できるっていう引き継ぎができるっていう脳みそだったんですよ。うん、できなくて。うん、だから全く新しい LINE を作んなきゃいけなくなって、うん、なんで今友達が8人の状態になって、今までの友達で、しかも最近って電話番号知らないじゃん、うん、もう本当に全くみんなの連絡先が飛んじゃって、うん、でインスタライブは何でしたんだっけ。いや、インスタライブは私突如するんで理由はあんまないんですけど、こいつバッくれてて人との連絡を絶ってインスタライブやってるぞと思って。違う、人との連絡を絶ったわけじゃないです。うわ、いるわ、こういうメンヘラいるわ。違うんですよ、人との連絡を絶ったわけじゃないです。まあその状況だったらね、確かにそう思われちゃいますよね。そう思われちゃいますよね。普通にミスったんだね。いや、今本当にさ、人の電話番号知らないから、うん、LINE が飛んだらもう誰とも連絡つけなくなっちゃう。つけなくなっちゃったね。何をなさってたんですか、じゃあその最近は。いや、なんか最近1週間ぐらいずっと喘息で、もうずっと家にいて、で寝れないから、苦しいから、うん、瞑想しながら寝るんですよ、うん、瞑想。そうだから
呼吸を整えながら寝るみたいな。あ、うん、そうで瞑想、ちょっとスピッと話していい、うん、スピッと話瞑想過去に行くとか、うん、瞑想未来へ行くとか、あ、なんか検索、あるね、そう、あるね、検索すると、あ、そう、それ瞑想っていうよりも想像してるって感じなんですか。なんか誘導されるんですよ、うん、まず呼吸から整えられて、やばい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 よしゅちゃん、まあ聞いてみよう整えられて、でその音声に従うんですよ、うん、あの一回力入れて、はい力取ってとかあ、誰かいるってこと、あの YouTube、 YouTube、 あー、そうで、あ、そしたらその世界に本当に入った気になるんですけどでも毎回同じところで寝ちゃうんですよそれがなんかすごい草原のところに行かされるんですよ、うん、で草原のとこ行っちゃった時があって、本当に、うん、草原行けた日があって、うん、すっごい草原、俺のゼルダと同じ状態だったずっと草原のところ、そう、草原行けた日があって、そしたらその時はもう苦しいと かないのよ、息してんの、普通に喘息になってないので、目の前に川が流れてるますみたいな、うん、大丈夫かって言われて、その川に行って、その川で手で手を川で洗いましょうって言われるんですよ、うんうん、洗ったし言われるんでしょうって言われるんですよなんかお前完全になんかロールプレイングゲームみたいな瞑想だなそれで手洗ったところでいつも記憶飛ぶんですよ、うん、記憶が飛ぶ、もうなんか寝ちゃってるんですよそこで、で一回その手洗った後も行きたいって思って、その、うん、手洗った後も知りたい、その先へ、ね、その先へ、だから全然眠くないのに次やってみたんですよ、うん、夜にやるんじゃなくて昼にやったら、手洗った後に続くんだそこまでちゃんと労働してあるんだね。そうで手洗ったら山登らされるんですよ、うん、すっごい、まあ、やってることはマジで俺のゼルダと一緒なんだけどなで山登らされてめっちゃきついみたいな、うん、なった時に雲が降りてくるんですよ、うん、で雲が降りて、その雲に乗ってくださいみたいな、だって雲降りてきたから、もうとりあえず雲に乗るわって思って、こっちも雲に乗って雲に乗って、でそしたら雲が急降下するんですよ、うん、もうでも地球の下の下の下の方に行かされて飛ばされて、で今あなたは何が見えますかって言われて、パンってこうやって目開けてみると真っ暗闇にいて、え、暗いって思って、で大丈夫です、怖がらないでくださいみたいな、これは瞑想ですみたいなのも入るの音声で、うん、でめっちゃ真っ暗で、今あなたはどこにいますかって見たら牢屋にいるの、うん、え、牢屋にいるって思って、しかもなんか石の牢屋、昔の今の牢屋じゃない、うん、何世紀前の牢屋、うん、で自分は何を着てますかみたいな、もうボロボロのなんか布着せられてて、うん、でこう牢獄みたいなところにいて、うん、でこれが私の前世ですって、ちょっと待って、前世何したんだよって、前世です言われんの、そうそうそう、今あなたの前世の、あなたの今日、前世の今日みたいな、ね、何を聞かされてるかちょっとよくわからない、これはあなたが頭の中で想像してることなんですよね、だと思うんですよ、それでも何かこう、うん、携帯とかからなんか音が聞こえてきてるってことじゃなくて、頭の中であなたが瞑想してたら、そういうロールプレインゲームみたいになってるって、うん、そうそうそう、でもその一応その音声聞こえてるんですよ、でもその音声がもうこの音声なのか自分の中でやってんのかもう分かってる、それは、うん、そのじゃあ前世瞑想の仕方みたいなのが今そういうのが流行ってるんですか。いや流行ってはないと思うんですけどなんか喘息には呼吸法が大事って聞いて、そんなお前まあ、言ってみりゃさ半分夢じゃんそれそれなんかちょっとそのうつろな時期に一番見る夢じゃない、別日にやってほしい、今日は何してるんだろう、ちゃんとした日にね、あ、うん、そう、牢獄に、18世紀ぐらいの牢獄にいて、18世紀なんだ、全然前世が、全然前世が何したん自分って思って何したんだろうね、そう、はい、今日のアルバイトは川村夏樹とシュートバビです、そうですか、そうですか、はい、
だからバビさん連絡つかなくなりましたね。はい、うん、そうなんですよ。まあでもこいつも一回そういうことしないとね、もうちょっとね、人間関係こねくり回しすぎてますからね。いや本当にもう今友達8人で十分。ああそっか、でも8人、うん、なんか8人あんま仲良くない人なんですよ。なんでだからリリーさんとか一番仲いい人とかみんな知らない今連絡先を。うん、8人あんま知らん人。でもなんか昔ね、なんかこの LINE ができてから特になんだけど、このもうここに似たような連絡の、このメールなんだけどさ、スメルズさん45歳。ネリーさん、どうして男は別れた女にしばらくしてから元気って送ってしまうんでしょうか。下心は 3% くらいしかありませんでした。どうしているかな、幸せにしているのかなという気持ちだけだったんです。本当です。ブロックされているわけでもないのに既読にもなりませんでした。リクエストはチェックせずに素直にアイムソーリーでお願いします。うん。ああ、言ってる意味はわかりますよ。で、こういう、待って、LINE みたいなの繋がってるから、こういうのを言いやすくなってるっていう。うん。ブロックされているわけでもないのに、既読にもなりませんでしたって、これなんか嫌だな。俺もこういう経験ありますけど。リリーさんが別れた女性に、元気って送るのって、どういう時に送るんですか？その人によるんですよね。そういう連絡をしたい人と、ね、うん、全くそれをしないっていうか、そのことさ思わない人。うん、ああ。そう、連絡する意味は。そう、ちょっと聞きたくない、その、わかんなくない、うん、これ何の元気っていうのあるよね。俺の場合はその人に対してまだ未練があるんじゃないですか。ああ、うん、すごい。未練があるというか、なんかこう、別れ方が気持ちよくなってないというか。ああ、なんか、完結してない感じが。してないし。はいはいはい、まあ、そのもう既読に ならなくても送ってるっていうのはもうバビの瞑想と一緒じゃん。それを送り続けてることで何か本当いつかこの瓶に入れて手紙を読んでくれる日が来るかもしれない、うん、その時思うんだよね。なんかあ、ブロックされてるのかな、だって LINE 読んでない LINE のさ、あの丸の中の数字が増えていくのって気持ち悪いじゃない。いや、スライド消去。うん、何何知らないんですか。スライド消去、もう一回見て消去、うん、スライド消去っていうのがあって、そしたら既読もつかず、こっちは1とかにもならず消せる、消せる、もうそのいない人になってる。まあ来ても開かないでスライドして消す。一応見てはいます、気づいてはいるけど、うん、ちゃんと消してるっていう、うん、ことも可能性としてあります。うん、なんで？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 うん、いや、これは来ますよね、皆さんね。うーん、元気？主元気？みたいな。で、過去全員から来てます、私。来ない人いない、過去の人で。それ返事すんの？うん、元気。バカ同士の会話です。元気？元気。あ、その後誘われたりするでしょ。うん。いいぞ、いいぞはないんですか。いいぞ。元気いいぞさんの。わかんない。わかんないですか。トイレ行っていい？え、大丈夫。急。踊れば幸せ気分、心
ノリピオンのかかってる。なんで分かんの早なんで下痢ではなかったです。あ、よかった。さっきもしたのにまた同じぐらいの量が出る。あ、すごい、いい、全部出てくんじゃないですか、もう悪いの。そうね、うん、うん、今日何日だ。12。お盆っすね。お盆っすね。お盆っすね。今日ちょっとリリーさんかも、うん、そうだそうだそうだ。なんかなっちゃんなっちゃん、ね、はややさん、アルバイトの皆さん、リリーさん、楽しく拝聴させていただいております。昨日行った銀座のクラブの話です。席に着いた女性が誰かに似てるなと思っていました。しばらくして、あ、なっちゃんだと気づきました。その女性になっちゃんの画像を見せたら、嬉しいと言っていました。その子も胸が大きく G カップでした。皆さん、ぜひそのお店行ってみてください。次回はバビさんにホステさんを探しに銀座の街へ繰り出したいと思います。目的を見失ってるのか。確かに。あら、会ってみたいですね。似てる人はね、いますからね。うん。うん。なんか似てるっていうのも、そのよくさ、あの人に、あの、例えばじゃあ俺がそのさ、ね、水道橋にジェスに似てる人いるんだよみたいなことでその言ってるけど、多分ね、その顔がそっくりとかじゃないんだよね、その似方っていうのが。あ、俺の中で。ふとした何かが似てるとかって言って、はい、バビさんはだって田中みな実さんに似てるって言われてるんでしょ。うん、2年前までは。今は違うんですか。今言われなくなりました。あ、バビさん最近のメイクもあるんですけど、はい、どんどんなんだっけ、あの人っぽくなってきてますよ。あの、え、誰誰、やだ怖いな、そのあの人って何。いやいや、え、あの人ですよ、あの誰誰、ブラピの元奥さん。あ、めっちゃいいじゃん。アンジェリーナ・ジョリー。アンジェリーナ・ジョリーだ。わかる。え、わかるの？そう、わかる。わかる。わかんない。口紅の色とか、あとなんか、なんだろう。ジョリー入ってきてるやつ。え、めっちゃ嬉しいんだけど。お前がなんかこう、インスタとかでの加工がジョリー寄りの加工になってるっていうか。うんうんうん、ああ。そう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 。インスタの写真っぽい。うん、うん。うん。はいはいはい。多分今度イベントやるじゃないですか、バビさん。はいはいはい。バビさんが壇上にね、はい、いて、うん、お客さんバビさんだって分かるんですかね。あ、か、あの写真と違いすぎてってこと。写真と随分違うねってなってるじゃない。そんな違くなくない。あ、いや、なんかでもちょっとインスタシュッシュッとしてる、ちょっとジョリー入ってるじゃん。シュって誰に似てるって言われるの。シュー、分かんない、言えない。言ってごらん。いや、マジ言えない。誰誰。じゃあなんか YouTube のコメント欄でジスって言われるんですよ。え？ごめんなさい、ごめんなさい。言わなきゃいい。すいません、ごめんなさい。怖い、やばい、殺される。怖い怖い。あ、な、え、なっちゃん誰に似てるって言われてたっけ、あの、お料理研究家の人。そうですそうです、え、篠崎愛じゃでしょ。あ、篠崎愛さんも言われたことあります。ありがたいことに大好きなんですけど。かごちゃんとか。あ、かごちゃんも好き。そっち系じゃない。まるまるまる、なんかキャラクターに似てる。なんそれ、ブースカじゃなくて。全部ブースカ、全キャラクターに。、うん、全キャラクター。こちらは。どうした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 。私が微笑みかけたらすごい笑われました。今目があったらなっちゃんと目があったら、うん、ポーズ決めて目パチクリされてた。どうした。殴っていいんだよ。殴るだってなんかね、今日アホの館だな。え、今日さ、うん、こう今日二人だったの初め、しゅうちゃんと、うん、したら、いや前回バビさんいなかったんでみたいな、なつきさんだけだったんですよみたいな。そんな言い方して、マジできつくて、いやいやいや、ちょっと精神的にやられちゃった。そこまで編集も地獄でしたよ。そこまで言ってない。けどバビさんって5回ぐらい叫んじゃった。 逆になんだろう、バビがさ、あの、休んだから、うん、なんかなっちゃんが独特のなんか責任感を忙しくなるぞみたいな。たまにやるじゃん、私それ。ふむふむ。ハマさんみたいな。
途中でなっちゃんもう冒頭から言ったもん、ちょっと黙ってて。マジ聞いてほしいです本当に。そう、それを言ってたから。そこまで言ってない。この子多分ね、こんな、いや俺ね、プレイボーイって雑誌の人生相談っていう連載も20年近くやってんだけど、このラジオのリスナーとその人生相談に、うん、来る人が被ってるんだよね。被ってるから、あ、これあの子だなっていうのをなんかこう分かる。17歳、女子高生です。よひらさん。あれ、あの子じゃないかな。私は来年1月の共通テストから始まる受験に向け、セナリオを聞きながら毎日勉強してます。ですが、将来こんな仕事についてみたいとかというより、こんな資格が欲しいといった希望もなく、何が好きなのか何に興味があるのすらも自分のことなのに分からなくなってしまいました。こうなるとなんだか惰性で勉強しているような感じがして、この前も模試の結果も散々だったため、漠然とした焦りが迫ってきています。本当にその学校に行きたいのかな、何のために受験してるんだろうかと毎日考えてしまいます。皆さんは進路を決めるとき、学生のとき、自分の好きなことに気づくにはどうしたらよいですかって。うん、うん、自分の将来、ま、自分の将来を決める。どうしたの、しゅうちゃん。しゅうちゃん、しゅうちゃん、どうしたの。しゅうちゃん、またそうして笑いすぎて、ほっぺたから血が出てない。ね、なんかほっぺたから血出てるよね、こいつ。笑いすぎて出たの。笑いすぎて、ピューってほっぺたから。じゃあ、怖いんだけど。笑いの表現が怖いよ、お前。笑いすぎて出てんの、それ。笑いすぎて怒ったから血が出ない。なっちゃんすげえな。なっちゃん見ると顔から血が。ちょっと、まみさんの夏木さんを見る目がやばかったですよ。いや、この、このコンビね、意外とひさいのよね。いや、週が来るまでは、この3人でやったから、俺きつかったんだと思って。お前、干渉剤として入ったけど、この2人のトゲトゲしいさ、しかもプロレスじゃなくてガチじゃん、ここの話があるさ。ちょっとティッシュ取ってもいい？ありがとう。皆さんはどのように自分の進路を決めましたかって、その10代、まあ10代、まあもしかしたら今でも決まってないかもしれないですけれども、うん、今でも決まってなくてもいいんですけどね。うん、でもこれは、なんか何かさ、もう将来のことを10代のうちに決めてなきゃいけないってあるけど、そんな簡単に決まることじゃなくない？うんうんうん。なんか無理やり決めてる感じない？その職業の幅とか、うん、の将来のビジョンも知識も浅いのに。うん、てかもうまだ10代でそんなこと考えてることがすごい。結構よね。でも考えれてない。でもなんかやっぱそのさ、まあ大学に行かなきゃいけないとか就職するっていうことになった時に、うん、みんな思うよね、うん。あれ私結局何がしたいんだっけって、うんうん。だから大学に行きたいために勉強してるっていうことからちょっと離れてしまうと、あれそもそも何のために勉強してるんだっけになるじゃん。うんうん、私そもそも大学行って何をするんだっけとか。うん、ね。うん、バビさんと私が一緒の映画にちょろっと出てる映画がもうすぐ公開ですね。はい。アナログというね、うん、ビートたけしさん原作の高畑修太さん監督の、うん、同じ喫茶店で働いてる役なんですよ。うーん、今タンが出ましたよね。タンがすごい。申し訳ない、申し訳ない。いやでも今夏休みだから、ちびっことかは親戚がほらお盆じゃない、今集まってくるじゃんね、え、もうバビちゃんは将来何になるとみたいな、あったあった、お嫁さん、え、マジないんで、あったあったよ、なかった、ないないない、なつきちゃんは土下するとって言われた、なんつってたの、子供の頃バレリーナになるって言ってました。なれるわけなかろう。なんかおかしなこと言おうの前この子が。やばいやばいやばい、鏡見らんといけんわ。ああってこれね、本当に子供たちこれからね、明日から親戚集まってきますから、お盆、うん、まあ親戚のおばさんはデリカシーのないこと言いますからね。でも言いますね。あんた
それ鏡見てからの話よ。言うよね、そういうこと。言ってますね。たまに来る親戚はマジ言う。うん、ねえ。うん。シュウちゃんは大人になったら何になると？うん、スーパーのレジ打ち。なれるわけなかろ、お前。なれないよ、ね、それ。なれるよ。計算もできないんだから頭が悪いって酔ったよ、もうみんなが。でも俺の周りの親戚の子供とかも、子供の時に女の子ってレジ打ちごっこするからめちゃくちゃさ、うん、あのレジのアルバイトに憧れてるよね、うん、みんなレジごっこやるじゃん、うんうん、本当になりたかったんですよ、うん、ジャスコのスーパーのレジ打ちに。お前ね、ジャスコのね、あの長いラインとかさばけないよお前じゃ。でも私結構テキパキ動けますよ。そうなの、うん、あれね。あれでもさ、今はさ、ピじゃん、うん。昔は指で数字打ち込んでたんだよ。え、全部？あ、無理。そう。だからレジの人ってめっちゃプロフェッショナルだ。はぁ。カシャ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 。両手で。それだってね、その前ソロ版とかでしょうしね。うん。ね、そっか、じゃあ今は全然。僕、ソロ版習ってたんです。すごい。そうなんだ。もう。すごい、すごい。ソロ版。すごい。すごい。4級。すごい。すごい。そう、忘れてたけど、あの、今週は音頭特集なんです。盆踊り特集ですから。だから1曲目、ノリピー音頭。昔ほんと暇の頃はもう黒住先生と二人で、俺ん家でめっちゃくちゃノリピー音頭踊る練習してたから。あれダンスあるんですね。ピーピーピン、ピー、ピンがピーで、カセットも CD も両方持ってたから。で、踊り方、振りもついてて、黒木先生とずっと夏を踊ってました、クーラーのない部屋で。ない部屋で。うん。じゃあ次の音頭は、まあ、これになりますかね。やっぱり、淳ひろこさん。よくかけてますけども。淳ひろこさんの早速振り込みありがとう。ん？え？かけてますよ、俺結構。よ。ね、これはほら、例えば飲み屋とかでもさ、ほら、掛け売りで飲んでる人もいたりとか、こう、いろいろほら、うん、月々ね、いくらね、みたいな人もいるわけじゃん。はいはい。早速振り込みありがとうって言って。すごい歌だ。めっちゃぶち上がる、この曲。もうとにかく俺も毎年この音頭はいろんな街の盆踊りでかけてほしい。あらららら。淳ひろこさんで、早速振り込みありがとうです。淳ひろこさんで早速振り込みありがとう。いい曲ですね。聞いたことありました。ありましたよね、うん、この曲大好きなんですよ僕、うん、俺さ昨日その24時間のお寿司屋さんで日本酒言って、そんで屋台のさ、うん、バーで一人で行って、なんか酔っ払ってたんだろうね、こんなに使いしたいってことは、うん、さっきさ散髪に行ってそこ現金しか使えない、お金払おうと思ったら金が1円も入ってなかったのは、うんうん、全部置いて帰ったんだろうね。ボンって。そうなんでしょうね。
あららら。じゃあもう皆さんで飲んでくださいみたいな。かっこよ。かっこいい。だから今日美容院でお金がなかったから借りてきました次に来た時払いますって言いました。つけてきた、うん、リリー・フランキースナックラジオ。バビさん、こっそり聞きたいんですけど。何？柏原コーポレーションって何の会社ですか？任せて。電力、化学工場、高速道路とか、暮らしを支えるいろんな設備のメンテナンスだったり、マンションに長く安心して住むための大規模修繕。大規模修繕？そう、他にも公共施設やマンションの建築でしょ？リフォームとかリノベーションにも力入れてるかな。あ、バビさん部屋の壁リフォームしたいって言ってませんでしたっけ？そう、住まいのことなら柏原コーポレーションにお任せだよね。詳しい。あととかもやってるらしいよ。ない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 。山下達郎です。毎週日曜午後2時から私山下達郎がお送りいたします楽天カードサンデーソングブック。エバーグリーンなオールディーズソングから超絶カルトなレア音源まで最高の選曲と最高の音質でお届けする55分間です。毎週日曜午後2時、山下達郎楽天カードサンデーソングブックでお楽しみください。リリー・フランキースナックラジオ。いやまあね、本当にもうね、このバビさんとね、シューちゃんのこの CM がもう今までないぐらいメールが来てましてね。おう、うん、やっぱ代表作というものに人が出会うものなんですね、こうやって、はい、ねえ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 バビさん、ちょっと聞いてくださいよ。なーにやっちまったなあ、バビさんはどうなの感想。バビのところに来るんじゃないですか DM で。いやもうめっちゃ来ますよね。鬼のように来ますよ。うん、うん、あんな CM 今までで一番笑いましたみたいな。そしてそれを受けてバビさんは、いやでもみんな柏原コーポレーションにお任せしようと思いますって言ってくれたから、あ、 CM ってそういうもののためだから、う、うん、みんながそう思ってくれたってことは、うん、いいことをした、うん、新しいバージョン作りましょうよ、うん、これだけご好評を得てれば、うん、ね、うん、なんかちょうど昨日さ、三浦純さんとパンダの話してて、皆さんがレッサーパンダの風太くんって覚えてる、うんうん、風太くんが千葉の動物園にいるんだって、うん、でそれにね、風太くん会いに行ってきた。もう風太くん人間でいうと80代ぐらいで、うん、まあ、あんま立たないんだよ、うん、あ、ん、あ、なんすか、やだもうこの人最低、かわいい、かわいい、今怖い、自分で怖い今のは、本当に動物虐待だよ、ね、いやいや、ちょっとそっちにそっちにも80だから立たない、怖い、あれはちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい、ナンセンスですよね、うん、でも風太くん孫いっぱいいるんですよ。でもやっぱその当時は立ってたんでしょうね、うん、あ、あ、ん？なんだけど、その風太くん立つっていうことが、うん、ね、なんかあのトピックスになってるけど、俺中国で動物園行った時、中国にレッサーパンダがいる谷みたいなのがあって、上からこうさ見るようになってんの、うん、そしたらコーディネーターの人がパン持ってて、そのパン投げ始めたの、まあ、それもちょっと中国っぽい雑な部分あるじゃない、うん、そしたらレッサーパンダ40匹ぐらいいて、うん、全員立ったんですよ。え、全員そのパンめがけてガーン立ったんですよ、普通に。あれ、そもそも風太くん以外レッサーパンダ全員立つんじゃねって思ったの。レッサーパンダって威嚇ですよね、立つポーズが。
でも欲しがってても立つよ。猫だって立つじゃん。 あの人は猫科でしょ。パンダ2ぐらいだから、うん、でジャイアントパンダもいるんですよ、その中国の動物園、うん、で もうパンダはあんまり珍しくないから誰も見てないんですよ。へえ。それでよくよく、ね、調べてみたら、もともとパンダってレッサーパンダのことだったんですよ。レッサーってちっちゃいって意味なの。ジャイアントパンダができたからレッサーって付けられちゃったの。ちなみに阿佐ヶ谷かあのどっかに立ち飲み風太くんっていう店あるの知ってる？知らない。立ち飲み屋の名前としては良くないですか？うん、ああ立ち飲みだからね、うん、でも俺が思うに大体のレッサーパンダ全員立つっていう。だから風太くんの中でもいや違うんすよ違うんすよ、もう本当レッサーパンダほとんど立つんすよっていう気持ちのまま生きてきたんだなと思うと、ちょっと風太くん渋い人生だったなと思う。確かに確かに。違うんす違うんす、いや他もマジ立ちますからって。これ普通に立てるからって。うん、確かに。いいですか？はいはい。なんでパンダの話してんの？なんだっけ。CM だ。俺が好きな CM で、そのなんかこの柏原コーポレーションさんの CM の話かなと。で、エジプトのパンダチーズっていう、うん、パンダチーズ、パンダチーズっていうその CM、 今度はみんな YouTube で見てください。めっちゃ可愛いから。パンダ、パンダっていうチーズとヨーグルトの CM。世界の面白 CM みたいなのさ昔掘ってたら、この CM 好きだなっていうのが見てみよう。今度パンダチなんだけど、お盆じゃないですか、うん、まあお盆というか、これこれまた太田さんがリーさんあの話をラジオでしてくださいよって言うから、太田さん楽しみ。これ前も話したかもしれないですけど、これ黒住先生の話なんですよ。はい。で黒住先生のお母様がね亡くなって、黒住先生のお葬式に行ったんですね、そのお母さんの、うん、で黒住先生のお母さんってクリスチャンで、うん、でだからそういう日本のお葬式のあの祭壇じゃないんだよね。もう花がバーってこう あって、そこにお母さんの写真が置いてあるだけ、うんうん、なんだけど、黒住先生のお母さんあの主婦をやりながらあのボランティアで腹話術をやってたんですよ。春風右輪さんだったかな、そういう名前で腹話術をやってて、いろんなその老人ホームを回ったりしてたんだって。で黒住先生家には もともとお母さんが腹話術やってるから、ケンちゃんっていう人形がいるのよ、うん、結構まあまあでかい人形で、それをお母さんがケンちゃんなーにみたいなやってたって。で黒住先生は子供の頃にケンちゃんが洋服買ってもらってんのに俺は買ってもらってないみたいなことが、やっぱ子供ながらにずっとケンちゃんが家にいるからっていう話は聞いてんの。でもケンちゃん会ったことないじゃん。で俺黒住先生のお母様もお会いしたことなかったんだけど、お葬式行ったら座った瞬間に祭壇にケンちゃんが鼻の間にガーンこっち向いて座ってるんですよ。ケンちゃんがめっちゃ太田さん笑ってる。太田さんこの話好きなんですよ。いやその祭壇にケンちゃんがね半ズボンで、半ズボンと赤いなんだろうチェックの、うんうん、服着て蝶ネクタイ締めてガーンこっち見てて、口の下にまあもちろんあの筋が2本こうマリオネットラインみたいなね。それでもうみんなちょっとケンちゃん見ないようにしてるの、もう笑っちゃいそうだから笑っちゃいけないじゃん。でもあれがケンちゃんかみたいな感じで、もう俺の友達とか俺とかもうケンちゃん見れないの、こいガーンこっち見てる、うん、でも黒住先生とかケンちゃん見慣れてるから面白い、何が面白いか分かんない。あーそっか。いやでもさあれ耐えられないね。はい、太田さんのコーナーでした。今日です、はい、これね温度、これね細野さんと細野晴臣さんと今あの清志郎さんと坂本冬美さんが昔ねグループやってたんですよ。うん、ヒスっていう HIS って、まあ、旅行代理店みたいな名前だね今となっては、うん、昔この3人でなんかいろんなカバーバンドみたいなのやってて、そこでこのパープルヘイズってジミヘンドリックスのね曲があるんですけど、
まあ、いわゆるもうロックのなんかも代表的な地面編のこのパープルヘイズを温度にしてるんですが、そしてもうすぐねお盆が過ぎるとバビさんのイベントがね、あそうだそうだ、んえバビさんのイベントがねあるんでしょ、そう誕生誕ああ、あ、間違えた、自分の誕生日かと思った、ん話聞いてたトークショー、トークショー、うん、でバビさんがそのバビさんのトークイベントでグッズを作って売ってるらしいですよ、うん、あなんでいいじゃないですか、うん、売ってるんすか、うん、なんて名前のイベントなんですか、バビのなんだっけ、素直になれ素直になれ、うん、バビの、うん、それバビさんがつけたんですか、はい、正気ですかそのなんだろう乃木坂のこのなんかトークイベントみたいな、なんでなんでバビの素直になれ、うん、のイベント、はい、皆さんのお悩みに私が答えていくという、素直になれ、はい、それバビさんがつけたんですか、はい、どんですよこれね、そのタイトル自分からつけます、うん、完全狂ってますね、うん、素直になって皆様でお話をしましょうってことです、あなたのイベントだからもっとほら、はい、バビのケツメドクラブみたいなそういうのであるべきじゃないですか、いや違うんですよ、いや違うんですよ、何がこの私がそれやっちゃったらそのまんま、そのまんまじゃないですか、はい、だから私なのになっちゃんみたいな名前をつける、うんっていうのがいいなって思って、うん、川村夏樹の素直になれはもうめっちゃっぽいじゃないですか、うんうん、じゃあ逆になっちゃんの場合は川村夏樹のケツメドクラブそうそうみんなしなきゃいけな い、ね、そう、そっちのがいいかなって思って、確かに確かに、そう、でもさ素直になれっていうのもちょっともう週の年からしたらちょっと古いなって感じしない、うん、全然しない、お前バビには逆らわないよなんだよちょっとなんだよ私には俺が聞いてもなんかちょっとフリーなと思って素直になれ、リリー・フランキースナックラジオ、東京 FM をキーステーションに JFN38 局をネットしてお送りしています、アスカターミナルメロディ、チャゲ&アスカ、そしてアスカの音楽を毎週さまざまな角度で紐解いています、アスカターミナルメロディは毎週日曜日朝10時から。三崎リオンです。毎週日曜日午前11時からはオッチオットミュージックシャンプー、日曜日のブランチタイム、音楽の魔法があなたの髪と心をシャンプーします。
魔法のシャンプーのプレゼントもあります。オッチオットミュージックシャンプーは日曜日午前11時から。はい、夏のねお盆直前温度特集ということで、はい、はい、皆さんもね、でも東京ってちょっと7月お盆っていうのもあるからね、あるんだけど、こうまあねこう一回にお墓参りとか、まあバビはしないだろうけどしゅうちゃんとかお墓参り行くんじゃないですか。します、行きますね。もともとしゅうちゃんのところはお父さんお母さんはどこの人なんですか。新潟と神奈川です。うん、じゃあお墓参りはどちらかに行くっていう。新潟に。バビさんお墓参りとかしたことないでしょ。最後にしたのは小学生か中学生。知らねえやつの墓でしょそれ。いや自分の墓自分の墓お前どの時代から来たんだマジで全然前世から来てるねでも雪男の墓はめっちゃ、うん、毎年行ってる。すげえ墓だろあそこ。すっげえ墓、墓っていうかもう雪男のとこの墓とかってもう町みたいな墓じゃない。いやていうかもう普通に高級マンションって感じです。そう墓じゃない、墓じゃないでしょ、うん、へえ、うん、すごいすごいんだね、うん、すごいよ。へえ、雪男最近なんかあいつ旅行行き散らかしてんね。しかもなんか本当に雪男にまず文句があって、うん、やっぱり本当にダメなんですよあの子、うん、今度来たらちょっと説教してほしいです。あのしゅうちゃんもみんなでなんで甘えん坊なんですよ、うん、甘えん坊の生意気なんですよ、うん、だからこうなんて言うんだろう、例えば私がこうブランドもののものとか全部貸してあげるんですよ、うん、雪男がどっか行くとか言うと、うんうん、そうあの洋服とかも高いものとか、うん、貸してあげるのに返してくるときにありがとうねも一言もなくて、うん、むしろ返さなかったり、うん、っていうのに私がえー、ねちょっと何々貸してって言ったらえー、やだよみたいな最近だから嫌がらせするんですよ私が、うん、鍵忘れたふりして、うん、同じマンションなんで、うん、ピンポンするんですよ雪男家に、うんうん、起きるまで、うん、深夜とかに、うん、で開けてもらうっていう嫌がらせを最近してます陰湿だなお前そう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 、生意気なんですよちょっと。じゃあ今度は呼び出そうよ、呼び出しましょうちょっとそれはね、うん、うん、はい、スナックラジオ、なんかお腹空いてきちゃったな、うん、今一番何でも食えるって言ったら何ですか。これいつも聞く車の中で太田さんとか陸に聞いてんだけど、今もうこの時間で絶対その食うの食えないけど、何でも今ボンってこう食えるって言ったら何ですか。牛タン。牛タン、うわーいい、いいな牛タン、いい、うまいな。しゃぶしゃぶ、うん、牛タン、ネギタン、あーネギ塩。お前完全にバビ派だなお前はい、じゃあね、まあ、バカ怖い夏希さんとバビさんが久しぶりの開講というか、ね、はい、はい、マジ久々、やばいやばいよねはい、スナックラジオ、お盆スペシャルということでねスペシャルだったね、はい、スペシャルなんだろう。だからお盆ですから多分ケンちゃんも今またねガーンガーン座ってる。いいです、もう帰る準備すごくない、準備やばく、イヤホンつけちゃってもう、 もうイヤホン今すぐ帰る、今すぐ帰る人の、うんうん、はい、今日のアルバイトは川村夏希とシューとバビでした。リリー・フランキーでした。リリー・フランキースナックラジオ、この番組は柏原コーポレーションの提供でお送りしました。